だったらどうする？これは警察に対する明らかな挑戦だ。抜刀斎の頬に。一体誰がこんなひどいことを。まだ十字傷はあるのか。まさか拙者がこの手で。やはり話すべきでござるな。惨殺した妻日村巴の弟で、首謀者の名は幸四郎縁西。あんな辛そうな剣士初めて見た。ござる。これ以上他人を巻き込むのはよせ。苦しむえ苦しめ。俺の仇はお前一人ではなく、お前の全て。このクソみたいな国の全て。私は剣心を殺した。身内さえで。これは俺の仕事だ。るろうに剣心最終章ザ・ファイナル。お前さん、ついにこの時が来たよ。立て抜刀斎。お前を止めねばな。